売春の斡旋行為というので僕は逮捕された経験があるんですけども、その時に一緒にいわゆるそういう行為をしてた方からちょっと直接連絡いただいて、なんか SNS で話したいという方が今いらっしゃるんで。もしもーおっす。ごめんね。ありがとうね。いいえ。ありがとうございます。え、見てた？今。見てたんだけど。うん。どうでした？どうですか？いや、なんか、うん、今ってネットの世界じゃん。うん。だから、うんうん、ないことを、うんうん、ありえないことを、うん、言われるわけじゃん、いろいろ。うんうんうん。大木くんはこういう人じゃないのになって思いながら、うんうんうん、ごめんね、傷つけちゃってね。いやいや、まあ改めて、まあ、あの時というか本当12、3年前ぐらいかな、高校生だったよね。高一だったかな。まあ お互い、まあ、まあ若い時というかもう本当に何年も前だけど、まあ俺は今は、あの時は多分救ってるって思ってたじゃん。お金一緒に稼いで、うん、渡すことで多分みんな救ってたわけ。勘違いしてて。しょうがないね、でも過去は変えれないから。ごめんごめん、ちょっと待って。あ、ごめんごめん。で、まあ、うん。あの時は、まあ、勘違いして救ってたなと思ったけど、どうだった？あなたはどういう気持ちであの時、一緒にやってたかな？いや、私はお金、欲しくて、お金のために頑張ってたし、うん、まあ、強姦って言われてるけど、うん、絶対そのことされた思いないし、うん、自分のお金欲しさに私もやってたから、未成年の時それは、うん、そうね。ただあの時だから俺は、まあ、勘違いしてそういう子たち集めて、まあ、救ってるって、まあ、正当化してやってたわけだけど、まあ、改めて本当に何も分かってなくて申し訳なかったっていう気持ちは今もあるんで、本当にあの時はごめんね。大輝くん悪いとその時は全然思ってないし、うん、まあだから今改めてだからそういう状況にいる人もいっぱいいるじゃん、たくさん、まあお金、まあ、みんななくて、だからそういう人たちをこれから俺は救えるように頑張っていくので、応援してます。はい、お互いにごめんね、こんなこと出てもらって、うん、ありがとう、連絡くれて。それじゃあまた。はい、うん、ありがとうね。はーい、じゃあね。はーい。動揺しちゃって、今だから、昔から何かを救いたいっていうのは、いやー、キモいね。猿芝居だよね、ほんとね。やばいよね。世の中では、多分俺が女の人を強姦とかして、その暴力的な行為をして、そういう世界に引っ張っていったっていうのが、今言われてることなんですけど、そんなことは一切なくて、で今許してほしいなんか全く思ってないです。自分が情けなくて、
自分が情けなくて、本当に。うん。で、まあ、伝えなきゃいけないですしね。僕がこれを伝えていかないと、黙って。兼近を許すなー！兼近を引き戻せー！